教室を出発です。さあ、それでは改めまして皆さん、こんにちは。はい、こんにちは。私はイラマジ号の船長高橋です。本気で出発の準備はできていますか？ジャングルには危険がいっぱい、何が起こるか分かりません。そんなジャングル探検の強い味方がこれ。何かあった時にはきっとこのお守りが私たちを助けてくれる方でしょう。それでは出発。まずやってきたのは雨の森です。あちらに見えるのはね、モルフォチオ、世界最大級の蝶だと言われています。とっても大きいでしょう。あの鳥、実はね、ワニたちに空の飛び方を教えているんですよ。じゃあ空を飛んでみたいという方、はい。そんな方にはここで帰って、あのワニと一緒に授業を受けていただく屋上の様子がございます。いかがですか？あれはウミカゾウ。ゾウといえば長い鼻と大きな耳。彼らは視力があまり良くない代わりに耳はとってもいいんだそうです。では左のゾウさんにパオーンと改札しましょう。せーの、パオーン。もうちょっと答えてくれました。そうね、あのゴリラピンと思ってる。皆さんもっと驚いて、もっと、さあ一緒に、はい、もっと、ほら、びっくりした。突然ですが、本日はこちらのバナナをお買い求めいただくと生きたワニが出てきます。ちょっとすぐに行くのを休みます。僕がバナナを好きですか？あら、よかった。バナナ食べる？バナナ食べないです。見てください、この雄大なアフリカ大草原、いろんな動物がいますね。おやおや、あちらでは疲れたシマウマさんがライオンたちにマッサージをしてもらっています。ジャングルは暖かいところですね。おや、探検隊の皆さん、何か見つかったなら手を振ってください。それどころではなさそうですね。でもお尻を振っていますね。あれはジャングル語で知りませんという意味です。皆さんも使ってみてください。多分大事ないと思います。あ、突然ですがジャングルにらめっこ大会の時間です。対戦相手はあちら、ワニの兄弟スマイリーブラー。それではにらめっこスタート。はい、ワニさんの負け。スマイル兄弟というだけあって今日も連敗記録更新です。私、実は爬虫類が大好きで、特に泳ぎがダメ。あの兄弟がいるじゃなくて、よかった。あー！エビ！マグリッツコム！皆さん、ひらゆるよかでーす！エビだと僕のメーカー、エビでございます！ジャンプパパー、優秀な成長に拍手！見事正解です。では、重ねて戻ってきてみてください。素敵な歌ありがとうございます。
ればこのお守りが力を貸してくれるはず。勇気を出して進みましょう。いかがでしたか？ではまたジャングルクルーズの旅に参加したいという方、